こんにちは。アマゾネスサポーター、堀秀夫です。今日は会員さんの売上報告、それをちょっとご紹介します。2024年4月の売上は26,743ドル19セントでしたと。今、オーストラリアドル1ドル100円ちょっとですから、まあ、270万ぐらいの売上になってます。で、この会員さんはね、もうずっと前からの数字を並べてきてくれてるんですけど、まあ2万9000ドル、3万6000ドル、2万8000ドルと、まあ、おおよそこのね、2万6000ドル近辺をまあキープしてるというような状態です。で、一度ね、まあ、売り上げもっと伸ばしたいと、ね、どうすればいいですかってことでアドバイスして、まあ、要は今までやってないことをやってね、売上もっと伸ばせる可能性あるという話をしたんですけど、大変ですねということでね、まあ正直、そんなに売上増やしてもお金使うあてがあるわけじゃないと。それは大変だねって感じますねって話をして、まあ、どちらかというと自分の好きなことをやりたい。だからね、仕事は減らしたいということなんでね、今できるだけ労力少なく、ね、この売り上げをキープできるようにというような形でね、サポート方針を変えてサポートしています。まあ、そんなわけで、2ヶ月連続で2万6000ドルをキープしましたと。カタログ数は350から331となりました。若干減ってるんですけど、実はもっと減ってると。うち80は削除待ちのため、実質のカタログ数は301から251となりました。で、90日以上の在庫が7個から4個。5月中に0個になる予定です。60日以上の在庫は19個となりましたと。長期在庫を減らしてカタログ数を減らしてます。そしてブランド登録をしたんでカタログ作成していくと。でね、相乗りされないカタログで、まあ、儲けていけば価格競争から離脱できるわけですから、まあ、ちょっとね、そのカタログ作って、で、そのカタログ売れるように構築するのに手間かかりますけど、できちゃえばね、売上は安定すると。現に他の会社さんだとね、このカタログ作って売上キープ、ライバル削除と、ライバル排除というのをね、うまくやりまして、わずか3商品で600万ぐらい売ってる会社さんもいます。まあ、それ目指して、ね、もうちょっと売上はキープ。で、仕事の量は減らすというような方向でね、サポートしています。まあ、そんなふうなサポートもね、引き受けてますんで。また売り上げ伸ばしたいと。逆に売り上げこれでいいから作業減らしたいというようなね、それぞれ希望に合わせてサポートしていきますので、何か方針がね、ちょっと普通と違うと思うんで、あらかじめお知らせしときますというようなのがあればね、お気軽にどしどしご連絡ください。まあ、それに合わせた形でサポートしていきたいと思います。また、他の売り上げ報告等もお待ちしてます。アマゾン支持サポーター、堀秀夫でした。